コンピューターを初めてお使いになる方の中にはコンピューターの基本的なパーツやそれらがどのように連携するのかに関心をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうかコンピューターのサイズと形はさまざまですラップトップコンピューターは小さくて軽いマシンでバッテリーで動作するのでどこへでも持ち運ぶことができますデスクトップコンピューターはそれより大型のマシンで 机やテーブルの上で使用するように設計されています一般的なデスクトップコンピューターは本体、モニター、キーボード、マウス、およびスピーカーで構成されますこれらのパーツが組み合わさってユーザーの作業を手助けする様子を見てみましょう本体またはシステムユニットは主要なパーツです コンピューターの電子的な頭脳が収められていて、情報を処理し、他のすべてのパーツとの間で情報をやり取りします。本体には大抵、CD または DVD ドライブが付いていて、ソフトウェアプログラムをインストールしたり、音楽を聴いたり、映画を見たりすることができます。Windows では通常、CD または DVD ディスクがドライブに挿入されると、 自動的に再生が開始されますモニターはテレビのような外見でコンピューターにあるすべてのプログラム、写真、および文章を表示できますモニターはサイズは様々ですが、機能はどれも同じですマウスとキーボードを使うと、モニターに表示されるものを操作できますマウスを使用すると、画面に表示されているものをクリックしたり、選択したり 移動したりできますキーボードはコンピューターに情報を入力するために使用しますプリンターがあればモニターに表示されているもの例えばこの写真のようなものを紙に印刷することができます最後にコンピューターで音を聞くにはスピーカーが必要ですスピーカーがあれば電子メールプログラムに電子メールが届いたことを知らせる音からお気に入りの CD の音楽まで あらゆるものを聞くことができますコンピューターのすべてのパーツを連携させることによって Windows を最大限に活用できます。